マルク・アントワール・マチューは、フランスのバンドデシネ作家である。アンジェ美術院で学んだ後、グラフィックデザイン、空間デザインのアトリエ、ルーシー・ロムを、設立、展示会などのデザインを手掛ける。1986年にバンドデシネ作家として、デビュー。1987年に、アニジャン・リュックとの共作で、最初のアルバム、パリ・メイソンを出版。1991年、 起源で、アンングレーム国際ババドデシネフェスティバルの新発見賞を受賞。を受この作品は夢の囚われ人とジュリアス・コランタン・アクファックとして全6巻でシリーズ化されており、第3巻プロセスも1994年の同フェスティバルで最優秀シナリオ賞を受賞。さらに2010年に神ご自身でアッコブド批評グランプリを受賞している。その他の作品にデッサン、 ルーブル美術館 BD プロジェクトの一冊として描かれたレボル美術館の地下、ある専門家の日記より3秒などがある。マチューの絵ははっきりとした描線と明暗を強調したモノクロームに特徴がある。その作品内容は、ウバポに通じる実験的なもので、代表的シリーズ、夢の囚われ人ジュリウスコ・コランタンアクファックでは、主人公が自分を、 物語の登場人物だと自覚しているというメタフィクション的な設定を基礎として、入れ子、漫画的同質性の破壊、ループ、解文的構成、遠近法の破壊といった図像的、言語的実験を各巻ごとに展開している。3秒では、サッカー界のスキャンダルに関連して起こるわずか3秒間の出来事を連鎖的に起こるクローズアップの手法によって600。 ここまで表現した。現代のフランス語にはロムの意味もある。題名はラテン語で迷宮の意味。ありがとうございます。